5月16日に実証栽培ということで、田植えを行いました。で、この間ですね、いろいろ自然の状況もありましたけれども、なんとかこの秋の収穫に間に合うように、黄金の色をしたですね、稲が育ちました。ここから行きますか。ご安心いただいて、とかもですか。あ、一回ですか。なるほど。こっち前にこう置いていただければ、こうしてください。はい、やりますよ。この釜を根元深く差し込みまして、はい、道のこうちょっとやっと釣りにかかります。学校の入学資金の合格発表を待つような感じで、本当に落ち着かなかったけど、今日は本当に満足しています。本当にみんなで協力して、その結果がこういうふうな良い結果になったと私は思っています。環境省をはじめ県の農業センター、あと役場さん、特に農協さんのね、指導とか肥料の面とか栽培方法とかいろいろアドバイスいただいた、本当にありがとうっていう気持ちです。